ヤッホーはヤオだよってことで、今日はこちらが届いたので開けていきたいと思います。こちらはですね、カメラです。カメラですって言っていいのかはなって感じですけど、動画をね、撮影する用のカメラを新しく買いました。なんかまあ今までいろいろなね、カメラを使ってきたわけですよ。一番最初は今ね、普通に使う用として使ってる日常でね、使ってるiPhone 13 mini を最初に使って YouTube の動画撮影を始めて、でちょっとね、画質が気になり始めたんですよ。もうちょっと画質いいのがいいなーって思い始めて、ソニーの α6400 っていうカメラを、もともとそのカメラを持ってたので、それを動画用に使えばいいんじゃないかっていうことで、レンズとかね、買ったりして動画を撮ってたんですけど、まあ、画質はね、良くなったんだけど、とっても重たくって持ち歩くのが大変だなってなって、でもちょっと軽いやつがいいっていうことで、インスタ360っていうね、いわゆるGoPro みたいなアクションカムを買ったんですよ。でそれがすっごい軽くてすっごい良かったんだけど、結構すぐ熱で熱くなっちゃって落ちちゃうみたいなことがよくあって、で私の動画のその撮り方的に結構長回しをねしちゃうタイプなんですよ。録画ボタンを押し忘れることが多々あるので、もう一回押したら録画を止めないっていうことをねよくやって撮ってるんですけど、もうそうするとそのインスタ360だとなかなかその長回しで撮ることができないっていうことになって、で結局iPhone の13 mini に戻ってきたわけですよ。まあ画質はね、もちろんあれですけど、一番最初の時に戻っちゃうけど、でも、まあ軽いし、手軽だし、あと持ち運びもしやすいし、とかって思ったら、あやお的には iPhone で動画を撮るっていうのが最強だったわけ。なので、iPhone の14 Pro を買いました。でも先日ね、発売されたばっかりの iPhone 14シリーズですけど、いやでもなんだかんだマジでね、 iPhone がねすごい優秀と思いました。機種編ではなく、13 mini は日常使い用で、14 Pro は動画を撮る用で買いました。結局 iPhone で撮るなら別に13 mini で撮ってても良くないっていうのはあると思うんだけど、13 mini で撮ってるじゃん、そうすると携帯が使えないんだよね。割とそれがねストレスだったなーっていうのがあって、なので携帯2台持ちしようっていう結論に至りました。ということで、開けて設定をしていきたいと思います。よっ、見えてしまった。なんだっけ、タピオカメラのところ、タピオカメラって今言うのかな、もう古いこの言葉わかんないけど、あんまり使ってこないまま終わってしまったかもしれない。ということで、こちらです。相変わらずお前は綺麗だな。 iPhone 14 Pro のお色ブラックです。カメラに触っちゃった。大丈夫、音してる、これ大丈夫。チリ、あー出た、ハロー、ヘロー、ベロー。日本語、Apple ID。ああ、そっか。また Apple ID ってなんだ？あ、違う。あれだ、iCloud だ。Gmail を打とうとしておりました。ああ、これだ。緊急 SOS のさ、衝突検出ってやつ。すごいね。来ました。ようこそ iPhone へ。しゅっ。おー。ひとまず動画を撮る上でね、大事なのは写真がちゃんと iCloud で同期されるかどうかなんですよね。パソコンで編集してるから、携帯で撮った動画をパソコンで見れないととっても困るのであれなんですけど、北っぽいな。あ、あれ変えよう。あれ、壁紙もね、ロック画面がすごいいろいろ変えれるようになったりとかね、しましたよね。すごいね。私が大好きな背景イラストレーターのモカさんの、スターゲイザーっていうね、
イラストでございます。でそうそうそう、これね、この一番上のよいしょ、ここがいろいろ変えれたりとか、と時間もね、なんかすごい変えれるみたいなんですよね。ほい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 。ちなみに一番のお気に入りはこの時間設のあの感じ。ビジェットの追加はバッテリーだけ入れとこうと思います。ちっちゃい方ほいで、おー、こうなった。ロック画面こんな感じ、綺麗だね。やっぱマジいつ見てもいつ見ても綺麗だな、モカさんの絵は。ということで一回こっちの14の方で撮ってみますね。はい、どや、なんか画面めっちゃでかいんだけど。今日からはこの画質になります。ということで iPhone 14 Pro を動画撮る用のカメラとして買ってみたよっていう動画でございました。これでまた明日から動画頑張って撮っていきたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter とインスタもやってるのでよければフォローしてください。ではまた次の動画でー。